ビッグマックとは、ファーストフードチェーンのマクドナルドが販売している、大型のハンバーガー商品名である。ビッグマックは、マクドナルドが創業27年後の1967年により、発売している大型のハンバーガーで、マクドナルドチェーンのシンボル的なハンバーガーである。ペンシルベニア州、ユニオンタウンにあるマクドナルドのフランチャイズ店のジム、デディガッティが、 大人向けの商品を欲していた大人の客向けに開発した。当初の値段は45セント。2007年にはビッグマックの誕生40周年を記念してペンシルベニア州にビッグマックミュージアムが開設された。高さは最大で8から9センチメートル。直径は約11センチメートルほどで、これは一般的な成人の口を大きく開けた状態でのほぼ、 限界であることから、マクドナルド店内では大きな口を開けて頬張る人が見られる。また、いささか見と目はよろしくなくなるが、両手で上から圧迫して、薄くして食べる人も見られる。冗談と下段で二度に分けて食べる人が少なくない。その際、中段をどちらに付随させるかは好みによる。放送は、最初期頃のみ他のハンバーガー同様に紙で包まれて、 いたが、発泡スチロールの容器に変更された。しかし、後の環境意識の高まりから、現行では段ボール紙の箱に収めて販売されているが、今でも注文時に要望すれば、紙に包んで出してもらえる。なお、アメリカの一部地域や欧州、ニュージーランドでは、メガマックよりも大きいモンスターマックが発売されており、ビッグマックソースなどを流用したサンオブ、マックや、 ミニマックあるいはベビーマック、またマックジュニアとして逆に、ハンバーガーパティ1枚のみという小型ハンバーガーがあり、日本でも2019年4月にビッグマックジュニアとして初登場した。日本では2016年4月6日から1.3倍の大きさのグランドビッグマックが期間限定で、またメガマックを一回り大きくしたギガビッグマックが数量限定で発売された。パン層に、 パティ2枚、レタスや玉ねぎみじん切りといった、生野菜、ピクルスが挟んである。下の段にはチーズが挟んである。味付けは主に、ビッグマックソースと呼ばれる、サウザンドアイランドドレッシングに似た、専用のソースである。このソースには、玉ねぎと辛子が含まれている。紙製の箱型の容器に、それぞれのバンズとトッピングを施し、蓋を閉めると完成するという手法が取られている。 パンの上部には白ごまが貼り付いており、クラブ部分はかつては両面ともきつね色に焼かれていたが、調理の時間がかかることもあり、2004から2005年に導入されたメイドォーユーシステム導入以降は片面しか焼かれなくなった。このため食感や味も異なっており、好みの分かれるところとなっている。このハンバーガーはファーストフードチェーンの常として世界的にも同サイズ、 同品質で販売されている。しかもマクドナルドは世界各国に視点を持つ。そして価格は国際市場で変化する為替レートによらず現地の経済的調査に基づいて決定されている。ただし他の品目との価格差は当時国の価格弾力性を加味した販売、価格戦略により異なってくる。これらの条件から各国の通貨のレートによらない実質的な価値を測る。 上でこのビッグマックに注目する経済学者もおり、この指標はビッグマック指数と呼ばれている。同指標は A 経済新聞のエコノミストに発表された。ビッグマックのイメージキャラクターとして、現在マクドナルドのイメージキャラクターとして活躍するドナルドの仲間に、1980年代にはビッグマックポリスという警官のキャラクターがいた。このキャラクターは大柄で子し、 花の、のんびりした、おまわりさんで、マクドナルドのイメージキャラクターが住むという、マクドナルドランドの治安を守っているという設定だった。しかし、このキャラクターは現在使用されていない。マクドナルドの公式発表によれば、平和なマクドナルドランドには、犯罪は存在しないためであるという、何らかの疾病を連想させかねないアバタ顔について、 差別問題が指摘されたという説も流布されているが、同説を裏付ける証拠はなく、都市伝説の域を出ていない。など、ありがとうございます。